二人とも朝からすごくにぎやかだね。どうしたのはるかちゃん、おはよう。さきがノートを返してくれなくって。ノートうん。あたしが作った曲に、いっちゃんが詞をつけてくれてるんだ。へえ。天馬さんたち曲を作ってるんだ。あたしたちがっていうか。 レオニードのみんなでだけどねすごいねそれで星野さんが詩を書いてるのううんまだ完成してないから見られるのは恥ずかしいんだけど初きがうたって早く見たいんだもんうふ <laughs> 星野さんの気持ちはちょっとわかるな私も 歌やダンスが未完成のまま人に見られるのはちょっと抵抗があるしできれば自分が納得してから見せたいよねうんはるかちゃんもそうなのうんまあこれは私の場合はってだけで中には抵抗のない人もいると思うけど星野さんには星野さんのを見せてもいいって思うタイミングがあるんだよねだったらそれまで待ってあげたらいいんじゃないかな だから、意地悪せずにノートは返してあげること。